はい、こちら BMW さんの R1200GS になりますが、車検でお預かりでございます。で、コンピューターの方にね、ある一定の距離ですとか期間が来たら点検を受けてくださいというね、サービスチェックランプですよね、そちらを点灯させる機能がありまして、まあそちらをね、一旦リセットしておきたいと思います。で、他にもね、エラーですとかそういったね、ものがこう ECU ですね、車両のコンピューターの方に残っていれば、それもね、一旦リセットしておきます。で、今ね、こう車両右側のサイドカバーを取り外しまして、こちらバッテリーがありまして、その横にね、診断器を接続するこちらにカプラーがありますので、診断用のカプラーに OBD アダプターを接続しまして、で OBD アダプターとスマホが連動できるようになります。で、スマホの、元スキャンですかね、元スキャンのアプリを使いまして、車両とリンクして、先ほど言いました、メンテナンスのスケジュールのリセットですとか、あとね、エラーが残ってましたら、そちらのね、エラーの履歴をリセットいたします。で、こちらの変換ハーネスをね、接続します。で、この先はと言いますと、このようにね、OBD のカプラーになっております。で、こちらにね、この OBD リングを接続します。それでは元スキャンで見ていきたいと思います。このね、OBD リングとこの元スキャンリンクさせるのに、エンジンをね、一旦始動させます。オンのままじゃね、ちょっとリンクできませんでしたんで。エンジンを一旦で、 R シリーズですね。で、 R シリーズの K51 アドベンチャーですね。 K51 で、 で、でサービスリセットですね、こちらので、ネクストサービスですよね。次の点検時期が、21年の3月13日の今設定になっています。で、今回ね、全て点検しましたので、次のね、点検を、まあ、1年先にリセットいたします。ですので22年の8月7日になるようにリセットいたします。はい、こちらね、このネクストサービスもリセットされました。で、距離の方もリセットしておきます。で、こちらもね、あと1万キロ走ったらサービスチェックランプが点灯するように、セットいたします。ですので、あと1年経過するか1万キロ走行するか、どちらか早い方でサービスチェックランプが点灯します。これでね、サービスのリセットは完了いたしました。で、トラブルコードが残ってないか見てみましょう。ないですね。エンジンの方も、エラーの履歴があるかと思いますけど、なかったです。ABS の方を見て、で、トラブルコードが残っているか、ね、ないですね。まあ、他もね、いろいろ見れるんですが、主だったところでエラーのね、履歴は残っていませんでした。で、こちらの車両のサービスチェックランプのリセットはこれで完了いたしました。で、車検でお預かりした車両でお客様からね、ご依頼があれば、まあそういったね、サービスチェックランプのリセットも行っております。ということでね、今回はこちらの BMW さんの R1200GS のサービスね、リセットを行ってみました。ご視聴ありがとうございました。